ザック・ブラフはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の俳優。ユダヤ系。父親は弁護士、母親は精神科医だが、両親は彼が子供の頃に離婚。4人兄弟の末っ子で兄の女子は作家となった。当園にミッド・ロムニーがいる。10歳の時に脅迫性障害と診断されている。10歳から18歳までステージドールマナーに参加する。 ノースウェスタン大学卒業。あと、ニューヨークで舞台に立つようになる。1993年に、ウディアレンのマンハッタン殺人ミステリーで映画デビュー。2001年から、テレビドラマ、スクラブスコイのお騒がせ病棟の主演を演じてブレイクした。スクラブスコイのお騒がせ病棟のいくつかのエピソードを監督するなど、制作にも関わった。2004年には、終わりで、 始まりの4日間を監督し、インディペンデントスピリット賞新人作品賞を受賞した。2013年には続編制作のためにファンから寄付を募ったことでも話題となった。2004年から2006年までマンディム・ウーアと交際していた。その後、ドリューバリモアとも噂があった。2009年よりモデルのテイラー・バグリーと交際していた。 2019年4月より21歳年下のフローレンスピューと交際している。ありがとうございます。